キングプリンス、解場する3人の今後は不明。平野仕様は周囲にノープランと言い続ける。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンスから3人のメンバーが脱退するまでの時間はわずかとなった。5月22日をもって平野仕様、26歳。 とじ宮ぐう太、25歳は、キンプリを脱退し、ジャニーズ事務所を退所する。岸シユ27歳も、同日にグループを離れ、夏に主演映画、G メンが公開された後、秋頃には、退場する見込みだ。長瀬廉24歳、と高橋海斗、24歳は、今後も、キンプリのメンバーとして活動する。 デビュー前のジャニーズ JR 時代からクラックを共にした5人の絆は固く、キンプリはジャニーズ内でも特に仲の良い,いグループとして知られていた。今年4月に発売された最後のベストアルバムミスター5の特典映像にも仲睦まじい姿が収録されていました。 に月頃ごろに5人で静岡の熱海に出かけ、のんびり釣りをしたり、アスレチックにチャレンジするシーンも収められているのですが、メンバー同士の息の合った掛け合いが小気味よく、多くを語らずとも通じ合っている関係性が伝わってきます。この時も日帰り旅行で、平野さんが最後に、このまま泊まって帰りたい、と言っていたのが印象的でした。レコード会社関係者。 特典映像を見たファンを動揺させたのがエンドロールに記されたフィンの文字ラ。これまでの彼らならその先に何があろうともビ b カンティンユードとしてきたはず。不意に現実を突きつけられたようで多くのファンが困惑したようです。芸能リポーター。それでも5人の物語はまだ続く。5月中旬には都内某所で特番のスタジオ収録も行われる。 会場発表をして、以降脱退については沈黙し続けている平野さんたちが最後に何を話すのかに注目が集まっています。今のところ、6月以降の予定もはっきりとは決まっていないようで、平野さんは未だ周囲に、ノープラン、と言い続けています。岸さん、神宮寺さんに関しても個人事務所を立ち上げた形跡はありません。 彼らの願いは、金プリ時代からの悲願だった海外進出。特にアメリカで活動するには、エージェントとの契約などの準備も含め、相当な時間がかかることが予想されます。前で芸能リポーター。5月4日に発表された、第26回日刊スポーツドラマグランプリ、で主演団優勝を受賞した平野は、同志に次のようなコメントを寄せた。 こんなにたくさんの方々が作品を見てくださっていたんだなと改めて実感しました。これからもいろいろな壁があると思いますが負けずに精進してまいります。2020年にはアメリカで一週間の武者修行を経験しているキンプリ。ここでも平野の前には大きな壁が立ちはだかった。ビヨンセやリアーナに楽曲を提供するプロデューサーから厳しい指導を受けたメンバーは、 求められるレベルの高さに打ちのめされた。平野さんは挫折するためにアメリカに行ったと強がっていましたが実力の差を痛感してボロボロになって帰ってきたそうです。その時の経験が彼の投資に火をつけたのでしょう。世界に照準を合わせれば、金プリはもっとすごいグループになると考え、海外進出を強く意識するようになったのもその頃だったといいます。 前でレコード会社関係者。一方、今後も金プリとして活動を続ける長瀬と高橋は、早くも新しい仕事に取り掛かっている。長瀬さんは連ドラ、ラストマン全盲の捜査官 TBSK に出演中で、4月から NHKE テレでレギュラー番組が始まりました。高橋さんも主演ドラマ、だが情熱はある、日テレ系が放送中。 二人でキスマイフと2の後を継いで、ザ少年クラブプレミアム、NHKBS プレミアムの5代目マックにも就任しています。慣れないトーク番組にプレッシャーを感じたというものの、1回目のゲストが仲のいいシクストーンズだったためリラックスしてできたそうです。前で芸能リポーター。かつてキンプリの5人は5周年、その先の10周年も、 共に活動することを誓い合っていた。2022年に行われたドームツアーでは、5人が打ち合わせに使ったホワイトボードに、ミスター・ジュの文字が書かれていたことも明らかになっている。ファンに見せたいものとして5周年の時にはミスター・5、10周年にはミスター・ジュと続くリブを作りたい、と手書きで書かれていることが DVD の特典映像に残されています。 少なくともツアーが行われた昨年4月の時点では全員で10周年のことまで話し合っていたのでしょう。前でレコード会社関係者。平野は常々自分たちに課せられた使命をエンターテインメントを通じて人々に元気を与えることだと語っている。たとえ活躍の場が変わってもその思いが変わることはないだろう。 米印女性セブン2023年5月25日号。